はい、こんにちは。今日は東大文系数学を、名前書いてないです。東大文系、まあ数学、はい、東大文系数学の2004年の問題っていうので、前回ヒント編というのをやりました。で、今回、それをどういうふうに解いていくかっていうのをやっていきたいと思います。で、まあ一応問題復習してみましょう。関数 fx なんとかという3つ出てきます。で、fx はこんな。gx はここに、fx を入れたものの形になっていて、hx はここに gx を入れたものという形になっています。で、その時に、1つ目、まあ、実数 a に対して解の個数を、判別しよう、しようってやつと、今度は gx が0の時、解の個数、あ、x の個数を求めよう。で、hx が0の時の x の個数を求めようと。そういう問題です。はい。じゃあ、まあ、早速、解いていきましょう。まあ、素直に考えれば解けない問題じゃないです。はい、っていうので、まあ、解の個数判別するよっていうので、まあ、fx に対して、まあ、グラフがどうなってるのかを見ていきましょうか。で、まあ、一部省略してますけど、微分してみると、こんな形になってきます。で、じゃあ増減表書いてみようって書いてみると、こんなんです。じゃあ、グラフ書いてみようってなると、こんなんです。まあ、パッパッパッてやっちゃいましたけど、まあ、そんなにこの辺も、式もそんなに難しくないので、この辺まではすぐいけるんじゃないかなと思います。で、じゃあこれに対して A っていうのを、引いてやって判別しようっていうのだから、だから、見えづらいですよね。はい。この辺で分かれますよね。この辺で分かれて、ここの時は2個しかないなとか、ここ通ったら、まあ、3個だなと。で、こっちだと1個で、こっちだと1個で、はい、まあ、結構慣れてると思います、皆さん。で、これ見て判別してやると、よいしょ。はい。まあ、絶対値で書くとスムーズなので、こうやって書くと、A の絶対値が2より大きいときは、解1個と。で、A の絶対値が2ちょうどのときは2個と。ここですね。これ。で、最後、A の絶対値が2より小さいときっていうのは3個になると。はい。まあ、この辺までは結構簡単にいけるかなと思います。はい。じゃあ次見てみましょう。カッコ2、GX が0のときっていうので、そうですね、まあ、GX っていうのは、さっきのところに FX 入れたものだったので、まあ、そのままあの式に書いてある通りちょっとやってみましょうか。はい、 GX っていうのがこんな形になりますよね。くくってやると FX、FX の3乗マイナス3という形になるので、あ、ここに入ってるか、すいません。まあ、だから認識としては F、その F カッコ FX という形になっているということをちょっとイメージしてもらいたいなと思います。で、それで解いてみると、もうこんな形になるよねと。で、じゃあ FX の値を、 FX がどういう値になるのっていうのを見ると、0とプラスマイナスルート3になりますと。そういう形になります。はい。で、で、ルート3っていうのは2より小さいですよね。なので、これを満たす x の個数は、括弧1より、括弧1の時に、a っていう値で、解の個数を判別してたので、 x の個数はちょっと書きづらいけど、それぞれ3個ですね。まあ、つまりこの図に戻ってもらったら分かりやすいですけど、 fx イコール0とするとここですね、ここなので3つあります。で、プラスマイナスルート3とすると、まあ、この辺通ります。この辺通るので、ここで3個と、こっちでもルート3、マイナスルート3で123個と取れます。で、合計9個になりますね。そしたら解はっていうので括弧2までです。はい。で、ここまでは結構簡単なんですよね。まあ、なんか別にこういう記号の正確化をしなくても、まあ、素直に解いてれば括弧2までいけるかなと思います。まあ、ルート3の大きさも、まあ、みんな覚えてるでしょうし。はい。
で、カッコ3がちょっと難しいので、ここからどう考えていくかっていうのを見ていきましょう。で、なんかカッコ3そのまま HX 解けばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、案外難しいです。とりあえず、頭を整理するためにね、記号を使ってどんどん使っていきます。FX をちょっと α と置いてみます。で、GX、これ X の関数だったんですけど、一回、この α の関数として見てみましょうっていうので、GX イコール α 3乗マイナス α イコール Gα、大文字の G の α、 あ、ラージ G ですね、はい、ラージ Gα、まあ何でもいいですけど、読み方はラージ Gα と置いてみます。で、そうすると、まあ詳しくは省略してますけど、まあ、問題解くときは、括弧一と同様にしてとか書いて、こういうグラフができると、思います。あ、何のグラフか書いてないな。まあ、Y イコール Gα のグラフです。ラージ Gα のグラフですね。はい。で、となると、今度、この Gα に、ラージ Gα に対して、解の個数をちょっと判別してみましょう。っていうので、Gα イコール今度は B、まあ、別に A でもいいんですけど、を満たす実数は α の個数はっていうので、まあ、これまたさっきと同じでこうやって見ていくと分かります。あ、ちょっと線引くのはあれですね。まあ、カッコ1と同じようにやると、 B の絶対値が、2より大きいと、その時には α の実数 α の個数が1個です。で、絶対値 B が、ちょうど 2と同じだというときには解の個数は2個です。で、最後絶対値 B が、2より小さいというときには α の個数は3個ということになります。で、これ何やってるかっていう と、そうですね、ちょっと HX で、まあHX イコール0としたときに何らかの、多分まあ、こっちの方に戻ると、HX イコール0としたときに、GX が、どんな値になるかっていう答えが出てきますよね。考えてみると分かると思うんですけど、そうなります。で、じゃあそのときに、じゃあその GX っていうものの値に対して、FX の個数、まあ、FX を今 α と呼びましたけど、 α っていうものの個数が何個あるんだろうっていうのを判別しておかないと後が解けないだろうと予想できるからですね。はい。で、まあ、じゃあこういうふうに解を判別しました。で、これ一応後で使うのでこういうふうに記号をつけておきます。で、じゃあ今度はまた HX に対して解の個数を判別してやろうというので、はい、また同じような作業ですね。 Gα、ラージ Gα をベータと置いてみます。で、HX、これももともと X の関数だったのをベータの関数にして、ラージ H、ベータというふうにちょっと置いてみましょう。で、まあ、問題でどういうふうに言われているかというと、HX が0のとき、どうのこうの、まあ、X の個数を求めようという話なので、こう順番に、まあ、イメージとしては、ちょっと書いてみると、まずこのベータですね。ベータの、まあ、値。まあ、ベータを求めると。で、そこからアルファの個数を求めて、で、最後にこれをどうにかこうにか X に還元していこうと、まあ、そういう、作戦をこの辺まで解いていると、思いつくかなと思います。っていうので、はい、じゃあ HX、 これをちょっとベータと置き直したものっていうのを0として解いてみると、まあ、さっきから同じ式ずっと解いてますから皆さん、分かると思います。これが結局0とプラスマイナスルート3になりますというので、じゃあというので今度ここ参照してみると、 Gα イコール β イコール 0とプラスマイナスルート3の時、ここで解の個数判別しました。実数 α は、まあ、右図のように何個、まあ、図でちょっと見てみると、まあ、一応ここで判別しましたけど、一応書いてみるとルート3で、ね、P と引いてみるとここですね、ここで3個と、でマイナスルート3でここで3個で0、はい、まあ見たら分かると思います。ここで、合計、9個存在すると、はい、まあ、これだから α ですね。全部ここに起こしてくれば全部 α の、解の個数、 α の、個数です。で、これをちょっととりあえず、いろいろ
まとめて扱うために今度アルファの1から9と置いてみます。でそうするとどうなるかっていうの でここでちょっとすごく難しい問題が生じます。何かっていうとこのアルファの個数っていうのがこのアルファって何だったかっていうとここ戻ってみると fx なんですね。で最終的にはここに書いた通り x の解の個数を求めたいんですよ。なのであそっかじゃあこのアルファっていうのの値に対して fx は何個解を持つのかっていうのを判別しなきゃいけないんですね。だけどこうやって見てみるとまあ、このここだと、そのアルファの値は分かるんですけどこっちとかこっちの時にアルファの値、まあ、計算したら出るかもしれないですけどちょっと判別しづらいですよね。でそれを全部この fx=α のところに代入して、計算してるとで解が何個あるかっていうのを見てるとちょっとめんどくさいです。でも一方で、一方でここにあるように最初に括弧して解いたようにfx に対して、まあ、解の個数の判別っていうのはこうまいことやればできそうだなっていう予想も立ちます。でじゃあそこでどうするかっていうのなんですけどこのグラフの形見てて僕はそうなのかなと思ったんですけどなんかどうなんですかね。こうやって見てるとなんかどうやらこのグラフってまあちょっとこの図が悪いですけどここ2じゃねってまあ、2じゃねっていうか結局この α の値がどうだったら都合がいいかっていうとこの α の値が2より大きいところにあるか小さいところにあるかまあ大きいところだとしたらこの辺ですねこっちにあるかこっちにあるかっていうのが分かると、すごく便利です。だからまあ言いたいのはこういうふうにこうこいつらの値分かんないな代入するのめんどくさいなって思った時にこれを逐一求めるんじゃなくてちょっとここに戻ってここで使った全て2っていう基準で考えてますよね解の個数を。なのでじゃあ2より大きいのか小さいのかあるいは2と同じぐらいちょうど同じなのかっていうのを判別できさえすれば最終的に x の個数は求められるわけです。なので OK じゃあこいつらが2よりも大きいのか小さいのかだけ見てみようというふうに考えています。でそうすると、あとは結構簡単でちょっとまあこうね補足で書いてますけどそれっていうのは、これのことですね。はい、じゃあっていうので α3 乗マイナス 3α この式、このグラフの式に α イコール2を代入してみようと、そうすると、結果2っていうのが出てきます。で α の大きさとして2を代入してこれですね、ここに2を代入してみてで2っていう数字が出てきたってことはここの値が2ってことです。はい、まあ後で見てみますけど、まあ、それがまず分かりました。ここは2ですね。で α3 乗マイナス 3α に α イコールマイナス2を代入してみます。そうするとマイナス2が出てくると。あそうかそうかよく分かんないけど、こういうふうになるわけですね。ちょっとまあこんなここがマイナス2だということが分かりました。はい、でじゃあこれをもとにもうちょっとグラフをきれいに書いてみると、まあ、これ汚いですけどどうですか。ここ2の時に、このグラフ自体 y イコールラージ gα の値がここ2になるんですね。でこっちマイナス2の時にはマイナス2の時には y イコールラージ gα の値はマイナス2になると。ああってことはってことはここより下で解を持つとき、ここよりも、まあ、なんだろう、このプラス2とマイナス2ですね、の間で解を持つときっていうのは、グラフの形からして、このすべての解ですね、この中で持つ解っていうのはすべて、ここでこう、2とマイナス2で挟んでるから、あ、そっか、絶対値が2より小さいんだってことになります。まあ、もう一度まとめて言うと、ここですね、2と、マイナス2。この時にこの、極対値と極小値を持つ時の、値と、同じ解をここに同じ値をラージ gα が通るのでこれよりも、上で、まあ、つまり3つの解を持つ時この中で解を持つ時っていうのは α の値はマイナス2よりも小さいし小さくて2よりも
マイナス線より大きくて2よりも小さいと、絶対値が2より小さいということがこの図から分かります。まあ結構これ思いつくと難しいのかもしれないですけど、括弧1のことを振り返って、あ、なるほど、2っていうのがポイントなんだなっていうのを分かって代入してると、まあ出てくる、ことですね。っていうので、そうすると、はい、これです。アルファ3乗マイナス3アルファイコールベータっていうのが3個の解を持つとき、その解はいずれも絶対値が2より小さいと、まあ、さっき言ったことです。これが言えます。で、じゃあこれを、はい、参照しておきますね。アルファ1から9は、まあ、ここで言った通り、いずれも絶対値が2より小さいです。で、そうするとやっと、来ました。 x までやっと来ました。 fx をアルファ1から9と置いたときに、この9つの値に対して括弧1を思い出してもらったら分かりますけど、絶対値が2より小さい値に対して fx が持つ fx イコール、そのまあ α なり a なりってのが持つ解の個数がそれぞれ3個でした。ってことは、あ、 OKOK、 じゃあ 3×9 っていうので出てくる答えは27個ってことになります。はい、まあ括弧3からは結構難しいんですよね。だけど、まあ、括弧1で解いたことっていうのをずっと覚えておいて、それを振り返って解ければ、解けるかなと思います。で、特に前回、ちょっとヒント編で言った三角関数とかが混じった時の、解の個数の判別を思い出してみましょうっていうことがあったと思うんですけど、まあそれをイメージしておいて、頑張って、見てもらえればなと思います。はい、まあ、今日のポイントは、括弧3のところにあったんですけど、こういうふうにポイントを復習すると、グラフに対して x の値っていうのがどう関わっているのか、この横軸に対してこの縦というか x の値がどう関わっているのかっていうのを具体的にイメージしようというところが一番難しかったです。はい、じゃあ今日は大体この辺で終わりにします。ありがとうございました。